え、こんばんは。こんばんは。今日ね、これ骨折してしまった亀の近づやです。うわ、確かにガチガチだね。今日ね、お菓子ツリーします。はい、ツリーね、するよ。あの、この中にお菓子入ってるので釣ってもらいます、お菓子を。で、1分間に誰がどのぐらい釣るかっていうことをします。見ないでくださいね。見ないで釣る。え、なんか見ない方がいいって言ったから。私のライトセーバーを勝手に使うんじゃないよ。あ、ライトセーバーで、はい、はい、ライトセーバーを釣り竿にしてやります。お前のライトセーバーは一番不利じゃないか、これ。一番短いじゃないか。じゃんけんで先に誰から釣るかとか、あと釣り竿も竿もね、選べるから。じゃんけん、はい、最初はグー、じゃんけんぽん、あいこでしょ、またあいしょ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 、待って、今買ったよ、今え、いや、まあ、その前からおかしい。その前からしらとさ、その前からなんかちょっと、しょっしょでちょっとなんか変になった。うん、というわけで、じゃあグー、じゃんけんぽん、あ、レミとパパ勝ち。最初はグーじゃんけんぽん、しょしょ、あ、最初はグーじゃんけんぽん、しょしょしょ、待って、ちょっと待って、最初はグーじゃんけんぽん、しょしょやん、はい、レミ何番？1。アリスが負けた。パパ何番？2番。エナ4番、あ、じゃなくて4番。じゃあチナ3番ね。スタート。立てばいいんじゃないの？大丈夫、見えちゃう。見えないようにってこと？もうどこに何あるか見えてるよ。見てもいいんじゃないの？見てもいいんじゃない？1分間だから、どのぐらい釣れるかってことだから。じゃあ見ないようにって、もう、もう見えてるよ、これ。あんまり見ないようにとか。あんまり見ないようにって言ってるんだろ。ダイレングッズとかないのがちょっとね、残念だよね。見ないでね。ああ、はい、取ること考える、今それいいから。もう、はい、終わり、終了。じゃあ終わり、ことになかった。残念。2番、2番の人、いや、チナじゃない、2番の人、パパじゃない。よーい、スタート。見てもいいの？見ないでやってください。見れば、何でやるって、見れば簡単なんじゃない。ヤマピー、カメ、ヤマピー。あ、俺は昔はカメナシと言われていた。いや、違う。俺は最近、昔のお前は亀梨だって言われる。亀梨、ぽい。ああ、ああ、見てないのに来たよ、ほら。ていうか、これ、あ、これ、取れなの、これ。ああ、俺は亀梨。誰が一番取れるか。亀梨以上に、ああ、ちょ、やめてね。やったよ。ちょ、ポン、見。はい、おしまい、終了。もう2個取ったよ、これ。はい、次、次。次、何個取られた？エナの大好きなのも全部取れ。エナの大好きなんだよね。さあ、ね、あれ磁石？さ、どれどれ、何取りたい？何取りたいんだ？え、クッパ。クッパってなんだよ。クッパってなんだよ。エナ好きなやつ。あ、これか。これどこに磁石あんだよ。あ、上の。よっしゃー。よしよし、早く。これ順番が非常に重要になってくるよね。あ、それダメだよ。ダメ。そこ触んないで。ないよ、ダメ、うちに行くの。
はい、おしまい、終了。3個取りました。はい。よーい。カメラシ。ああ、運が悪いね。よっしゃ、うが取っちゃったぞ。これやばいよ、これ。あ、待って、お前、なんで取れないじゃん、これ、最後じゃん。俺選んだけど、めっちゃ、磁力がちょっと、減ってるっていうか。はい、取れた、はい、これも取れた。取れた。あぶね。あ、待って、あれ取れた。あ、じゃあこれダメなんですかね。おー、取れた、取れた。うまい、おっしゃ。おお、あ、それいいやん。うん、ちょ、やった。ちょっとあ、待って、コアラの街。そう、ちょっと。コアラの街。あ、残り5秒。ちょっと。1、2、3、4、5。場所変えた方がいい。え、あと5秒じゃないの。あと15秒でした。あ、なんで。しかも、写真今あと2秒です。うん、あよし、じゃあ次でいいんだ。なんで思うの。じゃあ次ね、お菓子少なくなっちゃったから30秒でどのぐらい取れるか。はい、じゃあ30秒で見ていいから、よーい、スタート。ちょっとダメだよ、おい、30秒って短いからね。ええ、短いからね。だって簡単だと思ったけど。はい、終了。ムカつく。次パパだよ。ムカつく。次パパ。はい、チナ、武器、あ、何でもいい。パパ、武器何でもいいから。よーい、スタート。俺は亀梨よりかっこいい。昔は亀梨と言われたらこの天才だけど、取材には答えられない。取材で緊張する。いやー、もうこんなの取れるわけねえだろ。よーい、あれ、アリスどうした、うん、アリスどうした。何のお菓子取りたいのかな。コラ、これどれ。トウモロコシの。いまだにコラってコラをコラって、いまだにトウガニコーネ。よっしゃ、あ、やば、やべえ、チップスター、これ大好き。当てて、たまにちょうだいね。ダメ。はぁ、あ、早い。よっしゃ、パパの好きなジャグリコも取っちゃった。はい、次、次の人。ちょっといい、ヘビ。じゃあ、神梨の好きなものを取ってください。え、なんで、なんかこんな。よーい、神梨、ヤマピー。なんで。おー、うん、悪いやつだ。あ、行ったな、あー、行った、行っちゃった。ほらほら、これ、これ全然重いでしょ。ほら、あー、重いな。それも重いんじゃねえの。やった。あー、まあ、あと2個しかねえじゃねえか。これ無理だろ。どうする、あと次10秒でする。10分。いや、だって最初、一番最初誰だった。もう一回りしたの。一回りしたのか。そうそう、じゃあ10秒にします。よーい、ダイナイ。9、8、7、6、5、4。あー、これなんてむずい。10秒だもんだって。これ一番むずい。仕方ないんだ。はい、これでやる人はむずい。はい、次。見ちゃいけない。マーガー、マーガー、マーガー。ねえ、何、シナこれ取ったやつ。マーガーここに取る。喧嘩すんなお前ら。はい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 、エナ、はい、10秒。はい、よーい、カメラスパワー。カメラスパワー。カメと1、2、3。ゆっくりやって。ゆっくりやったらねえの、家でねえんだもん。無理に決まってるだろ、こんなもん。こうやって、これこのちょっと。だよね。よーい、不思議の国のアリス。残念、終了。惜しい。チナ、あれ取ったよ。取ったんだけど落ちちゃったから。魚もほら落ちちゃえばもう取れなくなっちゃう。アリス、これが勝負の世界だ。アリス、これが勝負の世界だ。あ、ね、許さないで。ねえ、ほら。
うん、しょうがないんだよ。こういうのが面白いんだよ。こういうのが面白くない。ユーロスないよ。もうアリスじゃないの。はい、アリス。はい、早く早く早く。頑張ってこれ。あ、10秒でじゃあいきますよ。よーい、カズヤ。さ。はい、じゃあ。はいはいはい、終了。ああ無理。はい、よーい、お前パパのこと好きだろ。あこれ重い。あー、はい、終了。これね、これね、重い。やべ、揺れてる揺れてる。これ無理、取れない取れない。あー無理だ。というわけでちら、みんなこれ見てるよ。でも、みんな取ったらどうするの。取れない、絶対無理だわ。あ、言った絶対な。これ取れない、取れないでしょ、これ無理、無理、釣り上げられない。じゃあ、これをどうやったら、あの自作の力でこう取れるかっていうのを考えたらいいんじゃない。ねえ、ちらも取れた。実験する。実験だってよ。実験ってか。じゃあちなみに最後に磁石増え、アリスに最後釣り上げていただきましょうか。おーっと、やっと。あー素晴らしい、あー素晴らしい。よっしゃ、さすがアリス。イエーイ。ただ一人主役の座を張っただけ。やった。なぜなのかわからないけど。ゲットしたもの何個、皆さん。私何個かな。1、2、3、4、5、5個。5個、ええ、7個。2、7個。あ、ちなみに結構釣ったね。7個だよ同類。というわけで今日の、この対戦は私と、レミの勝ちということで。え、なんで、同じ数釣った者同士が勝ちってことなんですよ。というわけで、ありがとう。絆がこれで深まったって、さらにね、さらに、ね、うまい棒でやったからじゃない、あれ。あ、そうだね、うん。じゃあまだやりますか。え、あの、なんか、でもさ、ちらなんか今パパもさ、食べたいって言ったこれもさ、釣ったし、レミも食べたいって言ったこれも釣ったし、えな、大好きなこれも釣ったし、じゃあお姫様だっこし、意味わかんないね、おめえがいい。おめえがいい。え、いいよ。ね、おめえがいい。自分もやってあげるけど。どうだよ、アリス。じゃあ、アリスも、じゃあ、お姫様抱っこしたの。アリスの彼氏もいる。誰だ。カメナシ。カメナシだ。亀梨よりかっこいい亀梨だ。亀梨リボン、ちょっとするな。ちょっと首ちょっと最近膝ちょっと最初の声やるね。もういいよ。アリス、じゃあもう一回レインアリスお姉さんを抱っこして。今知ってるだろ、もう終わりだよ。ねえ、お願い。じゃあ、あのエナをお姫様抱っこできることが食べよう。できるけどね。今なんすか。はい、やだ。え、やだ。何、ちょっと、え、やだって、うん、ふざけるんだ。見せて。ちな、チップスター食べよう。うん、チップスターみんなに食べさせる。うん、ちょうだい。いいよ、ちょうだい。でもさすがアリスって言わない。行ったとべえや、パパ。カメ出し行ったとべえや。アリス素晴らしいって。アリスの彼氏だよ。お座り、お座りは、お座り、お座り、お座り。あー、よし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 。女の子の顔。あれ、なんか書いてた。あれ、なんか書いてない。残念でした。え、騙された。レミがなんか入れたみたい。
えぇ、ー、知らなかった。悪人だな、おい。えシナ、そういうことされたらシナが間が上がってるから。あと、お湯いかいなのなっけ、あれでもちょっと涙流して殻が入ってます。涙が最後の歌、これ返して。ダメだよ、チナはすぐ泣くんだから。ね、でもレミが大好きなんだから。なんで電気したの？なんでジャズ出した？そうだよね、レミだよそれ。かあの殻入れてたやつ。なんでもレミジャズ出した。なんでもあまさ。それをたまたまちあのアリスが引いてしまった。うん、そうですね。残念でした。じゃあレミを引いてしまったら。大丈夫アリス。あ、レミはわざと引かなかった。お前の好きなカッパエビセンとうまい棒あげるよ。イエーイ。もし最低だな。お返せ。それは私のもんだ。これは私のもんだ。チナとモンガルも着ない。チーズ着ない。チーズのなんだと思う、それは。ん？チーズ味の。イエーイ、終わった、イエーイ。これもチーズ味じゃねえ。なんでレミとママこんなに最悪な人なの？え？最悪？レミとママ。ママやってないからね。そうだよね、アリス。これあげるから、これちょうだい。やめなさい。え、でもレミこれ大好きなんだもん。それ誰が釣ったんですか？チナ。返しなさい。やだ。でもあのさ、エビセンあげたんじゃん。お前この間アリスやって、で、あの最後の俺2回でね、の最後の歌なんだっけ、あれジングルベルじゃなくてなんだっけ、あれで泣いたんだよチナ。心がちゃんとある。お前には心がないのか。バーン。大丈夫です。アリス、大丈夫。俺がついてるから。なあ、行こう。何してんの？バーン。あ、なんか昔そういうのやったことある。あれ、それつぐんだから。そう、つぐの。あ、アリス、見ろ。お前のお姉ちゃんが、なんか面白いことしてる。大丈夫？